ノニトドネアは、フィリピン出身のプロボクサー。元 IBF 世界フライ級王者。元 WBA 世界、スーパーフライ級暫定王者。元 WBC、WBO 世界バンタム級統一王者。元 IBFWBO 世界、スーパーバンタム級統一王者。元 WBA 世界フェザー級、スーパー王者。元 WBA 世界バンタム級、スーパー王者。 世界5階級制覇王者、アジア人として初めて主要を読んだ団体すべてで世界王者となった人物、ドネアは英語読みで記事、フィリピンでは彼の名字をラテン系言語式にドナイレと読む場合がほとんどである。兄はグレンドネア、少年時代は気弱で病弱だったことで自殺を考えるほどのひどいいじめを周囲から受けており、 いじめ対策とボクシングをやっていたアニグレンドネアの影響でボクシングを始めた。フィリピン生まれのフィリピン人であるが、11歳の時にフィリピンからアメリカカリフォルニア州へ移住しており、アマチュアボクシングの経歴もアメリカ籍で活躍した。軽量級離れしたハードパンチャーであるが子を狙うあまり手数が少ない町のボクシングをすることがあり、孤立は60%以下でそれほど高くない。 ザ・フィリッピのフラッシュのニックネームを持つ、ドーピング検査団体に自主的に要請して、通常より厳しいドーピング検査を受けている。大の新日課であり、試合の入場の際には、自身のニックネームであるフラッシュをあやくした、先行と書かれた鉢巻キをつけているほか、プライベートでもたびたび来日している。トレーナーには、プロデビュー前から、父親のノニトドネアシニアがついていた、 しかし2008年頃からドネアの妻であるレイチェルの発言力がチーム内で増してくるとドネアシニアとレイチェルに意見の食い違いが見られるようになりマスコミを通しての言い合いにまでに発展しドネアシニアがチームを離れてしまうその後ドギボーイペニャロサを経て2009年後半からロベルトガルシアがトレーナーについていたがレイチェルとドネアシニアが和解したことで2013年11月の ビッグダルチニアン戦からドネアシニアがヘッドトレーナーとして復帰した。レイチェルは現在もトップとしてチームを取り仕切っており、レイチェルの父親がドネアのセキュリティを担当、親類がサポートグループのリーダーを務めるなどしている。強烈な左フックと一瞬で距離を詰めるスピードとチャンスでの思い切りの良さが武器の強打のスイッチヒッター。基本的にオーソドックスではあるが、 サウスポーで戦うこともできる柔軟性を持っている。軽量級離れした攻撃力を武器に対戦相手を飲み込んでしまう圧倒的な強さが魅力であるが、こう狙うあまり手数が少ない街のボクシングをすることがある。1982年11月16日、フィリピンのボホールシュータリボンでフィリピン人の両親の間に4人兄弟の3、なんとして生まれ、ジェネラルサントスで育つ。 父親ののニトドネアシニアは8年間フィリピン軍で勤めた後、1990年に家族を残して一人でアメリカへ渡る。その1年後に母親が一番下の兄弟を連れてアメリカへ渡り、さらに1年後ドネアが11歳の時にドネアを含めた残り3人の兄弟がアメリカへ渡った。徒米後、気が弱くダ持ちで病弱であったことで周囲からいじめを受け、学校から泣いて、 家に帰ることもたびたびあった。ドネアは、この時期に生きている価値や理由がわからなくなり、自殺を考えたと後に振り返っている。いじめられたことをきっかけに、自衛のためと、アニグレンの影響でボクシングを始める。当時よく兄とのスパーリングで鼻血を出してしまい、泣かされていた。15歳で、ナショナルシルバーグローブ優勝。16歳で後に、ミドル級世界ランカーとなるジェームスカークランドに勝って、 ナショナルジュニアオリンピックで優勝を収め、17歳で USA ナショナルトーナメント優勝。2000年のシドニーオリンピック国内予選選公開では兄と共にライトフライ級に出場するが、共にブライアン・ビロリアに敗れ、オリンピックアメリカ代表の座は獲得できなかった。その後、北ミシガン大学から奨学金付きのボクシング、推薦入学の誘いを受けるが、誘いを断って、 プロへ転向した。アマチュアの戦績は68勝8敗。2007年7月、IBF イボのフライ級ベルトを獲得したリングで2001年に、階級をフライ級に上げて、プロへ転向する。デビュー戦は2月22日に1回個勝利で飾るも、3月10日に行われた第2戦では2階級上のバンタム級を、主戦場にしていたロセンド・サンチェスと対戦し、5回判定負けを、 必死した。その後は、勝利を重ね、2002年9月1日には、空位の WBO アジア太平洋フライ級のタイトルを獲得。その後2006年1月20日には、ナブフ、北米スーパーフライ級タイトルを獲得した。フライ級、編集2007年7月7日、アメリカブリッジポートで、サウスポーの強打者、IBF イボ世界フライ級王者、ビッグダルチニアンと対戦。 フライ級で世界最強との呼び声が高かったダルチニアンの7対1で圧倒的有利が予想されていたが5回強烈なカウンターの左フックで王者がダウン立ち上がったもののふらつきロープ際に向かって倒れ込んだためダルチニアンのセコンドがダルチニアンのもとに駆け寄りストップを要請しレフェリーストップ TKO 勝利で王座を獲得したこの試合は2007年度の リングマガジンノックアウトオブザイヤーとアップセットオブザイヤーに選ばれた。IBF イボーザは共に3度防衛後、返上する。この頃から、当時のドネアの彼女であったレイチェル・マルシャルがドネアのトレーニングやビジネスに口を挟むようになり、ドネアのトレーナーとマネージャーを務めていた。ドネアシニアと折り合いが悪くなる。2008年8月8日に、ドネアとレイチェルは、 結婚式を挙げるがドネアシニアは結婚式を欠席し、その後ドネアと完全に他元を分かつことになった。2008年6月下旬、契約通りファイトマネーの支払いと試合が行われなかったとして、プロモーターのゲイリー・賞ョーと決別、決別から数日後にトップランク者と契約した。2009年4月19日、フィリピンでラウル・マルチネスと対戦し4回 TKO で勝利する。 トレーナーであった、ドネアシニアが抜けた穴を埋めるため、この試合からドディボーイ・ペニャロサとジョナサン・ペニャロサをトレーナーとして迎え、新チームとしての船出であった。スーパーフライ級、編集2009年8月15日、アメリカラスベガスのハードロックホテルカジノナイザ、ジョイントで1階級上の WBA、世界バンタム級13位のラファエル・コンセプシオンと、WBA 世界。 スーパーフライ級暫定王座決定戦を行い、12回3から0の判定勝利を収め王座獲得に成功した。コンセプシオンは前日計量で4ポンド12の体重超過で失格となり、ドネアが勝った時のみ王座獲得という条件で試合は行われ、2階級を制覇した。2009年後半、トレーナーをロベルト・ガルシアに変更する。2010年2月13日、 ラスベガスのラスベガスヒルトンにて、マヌエル・バルガスとロンタイトル戦で対戦し、3回小勝ちを収めた。ドネアはもともとガーソン・ゲレロと初防衛戦を行う予定だったが、ガーソンが試合3日前の検診で目に異常が見つかり、試合に出られなくなったことから、代わりの選手を探すことになった。しかし試合の3日前だったことで対戦相手が見つからず、ようやく見つかった相手が3回級下となる。 ミニマム級のマヌエル・バルガスであった。バルガスは当然 WBA の世界ランキング入りしていなかったことで試合はノンタイトル戦で行われた。試合後のドーピング検査でバルガスからヒドロコドンが検出され無期限出場停止処分が課せられた。2010年7月10日、プエルトリコさん不安にてファンマヌエル・ロペス対バナーベ・コンセプションの前座で一回級したの。 WBA 世界フライ級14位のエルナン・マルケスと対戦し、最初の4回をサウスポーで戦い5回以降はオーソドックスで戦うという戦法を取り、5回にダウンを奪った後に8回にもアッパーでダウンを奪ってそのまま TKO 価値を収め、初防衛に成功した。バンタム級編集2010年12月4日、アナハイムのホンダセンターにて、 WBC アメリカ大陸バンタム級王座決定戦を元 WBA 世界バンタム級王者ウラジミールシドレンコと対戦今まで小負けの経験がなかったシドレンコを相手に1.34回にダウンを奪った末に出血のひどいシドレンコを見たレフェリーがカウントを途中でストップし4回小勝ちを収め王座を獲得した2011年2月19日 ラスベガスのマンダレーベイイベントセンターで WBC、WBO 世界バンタム級統一王者、フェルナンド・モンテールに挑戦。2回、強烈なカウンターの左フックでダウン。両足が痙攣しながらも立ち上がった王者に再度、左フックを決めたところで、レフェリーストップ、2分25秒 TKO 勝ちで WBO、WBC 王座の獲得に成功。3回急制覇を達成した。 この試合は、同年のリングマガジンノックアウトオブザイヤーに選ばれた。通算2度の同賞受賞は、レノックス・ルイス以来2人目である。翌年には、WBC 年間故障に選出された。バンタム級時代は軽量後のリバウンドの幅を、相手のタイプによって変え、シドレンコとの試合までには17ポンドを戻したが、モンティエルの試合までには7ポンド戻したのみで、それぞれシドレンコのパワー。 モンティエルのスピードに対応していた WBC、WBO 世界版ターム級統一王者時代のインタビューでは過去に20ポンド戻したこともあったと話している2011年10月22日ニューヨーク州のマディソンスクエアガーデンシアターにて1階級したとなる WBO 世界スーパーフライ級王者オマール、ナルバイスと対戦ダウンこそ奪えなかったものの 無敗の2階級王者を終始圧倒し、3から0の判定勝ちを収め WBC 王座の初防衛、WBO 王座の初防衛に成功した。その後、両王座を返上し、スーパーバンタム級に転向。WBC 世界、スーパーバンタム級王者、西岡俊明への挑戦を視野に入れており、西岡本人もドネアとの対戦を熱望していたが、 西岡が所属する定権事務側が西岡をしばらく休養させて、事戦を引退試合として2012年6月以降に、ドネアと対戦させたい、という意向を当初から表明していたため、この時点で西岡との対戦は実現しなかった。スーパーバンタム級、編集、ドネアと秋の大統領2012年2012年2月4日、テキサス州サンアントニオのアラモドームにて、 クリオセサール・ジャベス・ジュニア対、マルコ・アントニオ・ルビオの前座で、WBO 世界、スーパーバンタム級3位のウィルフレド・バスケス・ジュニアと、WBO 世界、スーパーバンタム級王座決定戦を行った。試合序盤で左拳を負傷したものの、初回から攻勢を仕掛けて試合を優位に進め、9回には、痛めている左でのアッパーでダウンも奪った末、12回、2から1の、 判定勝ちを収め王座獲得に成功し、4階級制覇を達成した。ドーピング検査、編集2012年6月、スポーツ界へ、ドーピング薬物を広く提供していた、バルコスキャンダルの中心人物であった、ビクター・コンテを栄養アドバイザーとして雇用していた。ことからドネアにもドーピング薬物を使用しているのでは、ないかと疑いの声が一部から上がっていた。このためドネアは、 バーダが行っているランダムな薬物検査を引退するまで受け続けていくことを表明した。2012年7月7日、アメリカカリフォルニア州のホームデポセンターテニスコートで、IBF 世界スーパーバンタム級王者、ジェフリー・マゼブラと対戦。4回に左フックでダウンを奪うなど試合を優位に進め、3から0の判定勝ちを収め王座統一に成功。WBO 王座の初防衛。 IBF 王座の獲得に成功した。なお、マセブラは帰国後の検査で顎を骨折していたことが判明した。2012年10月13日、ホームデポセンターテニスコートで、WBC 世界スーパーバンタム級名誉王者で、WBO 世界スーパーバンタム級2位の西岡俊明と対戦。 当初は IBF 王座もかけられる予定だったが、指名試合の期限が年内と迫っている上に、指名挑戦者のアレハンドロ・ロペスでは、人気の面から工業的な見返りが少なく、IBF への承認料金の節約も含め、マネージャーから返上を勧められて試合当日に、ドネアが返上を決めたため、WBO 王座の2度目の防衛戦と、WBC ダイヤモンド王座、 リングマガジン認定王座決定戦として行われた。試合は、西岡の手数が少なく、初回から大きなブーイングが飛び交う展開となるが、6回にドネアの左アッパーがカウンター気味にヒットして、ダウンを奪う。9回にも右ストレートで2度目のダウンを奪うと、西岡のコーナーが、リング内に入りストップを要請し、9回1分54秒。 TKO 勝ちを収め WBO 王座の二度目の防衛に成功。WBC ダイヤモンド王座とリングマガジン王座の獲得に成功した。この試合でドネアは75万ドル、西岡は10万ドルを稼いだ。2012年10月26日、WBO から2012年度年間最優秀選手賞に選ばれた。2012年12月15日、 テキサス州ヒューストンのトヨタセンターで元5階級制覇王者で WBO 世界スーパーバンタム級1位のホルヘアルセと対戦2回にドネアの左右のパンチでダウンを奪い3回終盤にもラッシュして左フック3連発でダウンを奪うと最後は左フックをクリーンヒットさせてアルセをギャンバスに沈め3回2分59秒小勝ちで WBO 王座の3度目の防衛に成功した。この試合で、ドネアは100万ドル、アルセは80万ドルを稼いだ。2012年12月26日、アメリカのスポーツ専門ケーブルテレビ局、ESPN から2012年度最優秀、選手賞に選ばれた。2013年1月30日、ブミの2012年度年間最優秀ボクサー、通称、シュガー。 レイ・ロビンソン賞に選ばれた。2013年4月13日、ニューヨーク・マンハッタンのラジオシティ・ミュージックホールにいて、WBA 世界、スーパーバンタム級王者、ギレルモ・モリゴンド王と対戦。序盤からペースを握られ、10回に一度ダウンを奪うも、0から3の判定負けで、WBA 王座獲得に失敗し、WBO 王座からも陥落した。この試合で、ドネアは132万ドル。 リゴンドーは75万ドルを稼いだ。以前から悪かった右肩の手術を受け半年ほど、ブランクを作った。フェザー級、編集2013年11月9日、テキサス州、コーパスクリスティのアメリカンバンクセンターにて、ミゲル・アンケル・ガルシア対ローマン、マルチネスの前座で、フェザー級に階級を上げて復帰戦を行い、実質階級が下となる元。元 WBA。 WBCIBF 世界、スーパーフライ級スーパー王者、ビッグダルチニアンとの6年ぶりに再戦を、ノンタイトル10回戦で行うが、大苦戦を強いられる。9回に、左フックでダウンを奪い最後は、右フックからアッパーをまとめて9回2分6秒、TKO 勝ちを収め7ヶ月ぶりの復帰戦を、白星で飾ったが、 試合終了会までの採点を78から74でドネアの負けとつけていたジャージが2人いた。ドネアは試合後にフィリピンの新聞社へ猟犬を痛めてしまったよ。先週から軽い風邪をひいていたんだと明かした。試合後、レントゲン撮影で右の頬骨にひびが入っていることが確認された。2014年5月31日、マカオにあるザベネチアン、マカオうち、 固体アリーナで WBA 世界フェザー級スーパー王者新品ウィベとイエカと対戦し初回に偶然のバッティングでドネアが左目上部をカットしてしまい4回にダウンを奪うもこの傷が原因で試合続行が不可能となり5回3から0の負傷判定勝ちを収め WBA スーパー王者の獲得に成功し2019年現時点で7人しか なしえていない5階級制覇を達成した。しかし5階開始数秒で試合が止められ負傷判定となったが、通常であれば4階終了時に試合が止められ、テクニカルドローとなるケースであったため、ドネアを勝たせるために試合終了を5階開始時まで引き伸ばしたと疑惑の声が上がるなど、消化不良な形での試合終了となったことで、ドネアは、ベトイエカに再戦のチャンスを与えたいと述べた。 2014年10月18日、カリフォルニア州カーソンのホームデポセンターテニスコートにて、ゲンナジーゴロフ近帯、マルコ・アントニオ・ルビオの前座で、WBA 世界フェザー級世紀王者、ニコラス・ウォータースと、王座統一戦を行い、3回と6回にダウンを、奪われ6回2分59秒小負けを喫し、王座統一に失敗、WBA スーパー王座の初防衛に失敗し、 王座から陥落した。試合後に、ドネアは、スーパーバンタム級に戻ることを示唆した。スーパーバンタム級、編集2015年3月28日、パサイの SM モールオブ、アジア内にある、モールオフアジアアリーナで、ウィリアム・プラドとナブフ、北米スーパーバンタム級王座決定戦で対戦。2回 TKO 勝利で復帰戦を飾り、王座獲得に成功した。 6年ぶりのフィリピンでの試合となった。2015年5月18日、WBC は、ノニトドネアとウーゴルイスに対し、WBC 世界、スーパーバンタム級挑戦者決定戦を行うよう通知を出したが、5月22日、ドネアを要するトップランク者は入札に参加せず、挑戦者決定戦に出場しなかった。2015年7月18日、マカオのザベネチアン。 マカオ内にある、古代アリーナで、アンソニー・セトルと、スーパーバンタム級契約10回戦のノンタイトル10回戦を行い、2回タオル投入による、TKO 価値を収めた。2015年12月11日、プエルトリコの3ファンのコリセオルーベン・ロドリゲスで、フェリックス・ベルデホ対ホセ・ニルソン・ドス・サントスの前座で、ギレルモ・モリゴンドーの王座剥奪に伴い空位となった、WBO 世界。 スーパーバンタム級王座決定戦で WBO 世界スーパーバンタム級1位のセサール・ファレスと対戦し4回に2度ダウンを奪い12回3から0の判定勝ちを収め王座返り咲きに成功した2016年4月23日ケソンの荒ネタコロシアムで WBO 世界スーパーバンタム級4位で WBO ヨーロピアンスーパーバンタム級王者の ゾルトベダクト対戦し3回2分44秒、TKO 勝ちを収め初防衛に成功した。5月10日、WBO は、ドネアを2016年5月度の月間 MVP に選出した。2016年11月5日、トーマスマックセンターで、ジェシー・バルガス・ VS マニー・パッキャオの前座で、WBO 世界、スーパーバンタム級1位で、ナブフ、北米スーパーバンタム級、 ジュニア王者のヘッス・マグダレノと対戦し、12回例から3の判定負けを喫し2度目の防衛に失敗、王座から陥落した。この試合で、ドネアは40万ドル、マグダレノは9万ドルのファイトマネーを稼いだ。2017年3月、ドネアが自ら契約解除を申し出て、双方合意のもとトップランク者から離脱した。2017年7月26日、 元ゴールデンボーイプロモーションズの最高経営責任者だったリチャード・シェーファー率いるリングスター、スポーツ社と契約したことを明らかにした。フェザー級、編集2017年9月23日テキサス州サンアントニオのアラモドームでユニエル・ドルティコス VS ディミトリー・クドヤショフの前座でルーベン・ガルシア・イルナンデスと WBC 世界フェザー級シルバー王座決定戦を行い 10回3から0の判定勝ちを収め王座を獲得した。2018年4月21日、ベルファストの SSE アリーナで元2回級制覇王者で WBO 世界フェザー級4位のカール・フランプトンと WBO 世界フェザー級暫定王座決定戦を行うが、12回0から3の判定負けを喫し王座返り先とはならなかった。バンタム級復帰。 編集ワールドボクシングスーパーシリーズ参戦編集二千十八年七月五日ワールドボクシングスーパーシリーズに出場することが発表され七年ぶりにバンタム級に復帰することとなった二千十八年十一月三日グラスゴーの SSE ハイドロで WBA 世界バンタム級スーパーオジャライアンバーネットと w b s s 一回戦を行いバーネットが試合中に 右側の副車筋を痛め危険を申し出たため4回終了 TKO 勝ちを収め WBA スーパー王座と WBC ダイヤモンド王座の獲得に成功映像一致するとともに WBSS の準決勝に進出した2019年4月27日ルイジアナ州ラファイエットのケージャンドームで WBO 世界バンタム級王者ゾラに出てと WBSS 準決勝を行う予定であったが、テテが肩を故障したため陣営が欠場を発表し、代役として WBA 世界バンタム級5位のステフォン・ヤングと対戦することなった。試合は、ドネアが6回2分37秒5勝ちを収め、初防衛に成功し、WBSS の決勝に進出した。2019年11月7日。 埼玉県埼玉市中央区の埼玉スーパーアリーナで WBAIBF 世界バンタム級統一王者井上直也と WBSS 決勝戦を行い 11R2 井上の左ボディでダウンを奪われ0から3の判定で敗北した2020年5月16日予定されていたノルディヌーバーリとの対戦が新型コロナウイルスの影響で試合延期になった 2020年11月12日、ノルディヌ・ーバーリと12月12日に対戦することになっていたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響からビザ問題が発生して、ウバーリがアメリカに入国できなくなったため、対戦相手がエマヌエル・ロドリゲスに変更され、試合日程も1週間延期されることが発表された。子供の頃から日本の文化や歴史、 礼儀などに興味があったと語っており、プライベートでもたびたび来日するなど新日家として知られている。侍に対する敬意は深く、子供の頃にアニメ映画の重評へ押し風潮を見たのをはじめとして、7人の侍や宮本武蔵関連の映画を多く見ている。また、一番好きな俳優として、三船年を挙げている。大の漫画、アニメ好きでもあり、自身の愛称、フィリピのフラッシュも、 漫画のキャラクターに由来している。最初に読んだ日本の漫画はスラムダンク。その後、ボクシング漫画はないか探したところ、初めの一歩を読むようになり、現在ではアメリカやフィリピンの漫画雑誌には掲載されていない、週刊少年マガジンの最新号に掲載されたばかりの最新話を日本に住む友人に英訳してメールで送ってもらって読んでいるほか、マヌエル・バルガス戦では、 主人公の幕の内一歩の得意技でもある、デンプシーロールを独自に改良して、フラッシュステップと名付けた動きを使ったほどの熱狂的なファンである。作者の森川ジョージと対談した際には終始にこやかで、記念写真をツイッターとフェイスブックに掲載していた。2012年に対戦した西岡俊明とはそれ以降親交があり、西岡が設立したジムには花束を贈るなど、 アナザースカイで西岡が取り上げられた際、サプライズゲストとして登場したり、ワウワウエキサイトマッチのイベントにて、3年前に初めて出会った時の西岡は、ピリピリして怖かったけど、今はすっかり友達とコメントして、また、ヒップホップグループのブラックアイドピーズのメンバーの、アップルでアップとは、同じフィリピン系であることから親交があり、ドネアの試合を観戦することがある。ありがとうございます。